アーロン・マッキーは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の元、プロバスケットボール選手。指導者。現在は、母校のテンプル大学のアシスタントコーチを務めている。現役時代は、シューティングガード、ポイントガード、スモールフォワードとしてプレーした。テンプル大学で3年間プレーした、彼は出場した92試合すべてで先発し、 大学歴代6位体の1650得点、1試合平均17.9点を上げた。チームメイトには後に NBA オールスターゲームに選ばれるエディ・ジョーンズがいた。大学3年時の1993年には1試合平均20.6得点を上げて、アトランティックテン・カンファレンスの最優秀選手に選ばれた。1994年の NBA ドラフトで彼は1巡目。 全体17位で、ポートランドトレイルブレイザーズに指名されて入団した。1997年シーズン中に、ランドルフ・チルドレス、レジー・ジョーダンと共に、ステーシー・オーグモントの引き換えで、デトロイト・ピストンズへ移籍した。その後、同年テオラトリフと共に、ジェリー・スタック・ハウス、エリック・モントロスとの引き換えで、フィラデルフィア・セブンティシクサーズに移籍した。二0から二0一シーズンには、 エリックスのアレン・アイバーソンの控えとして2000年12月30日のサクラメント・キングス戦2001年1月3日のアトランタ・ホークス戦ではトリプルダブルを上げるなどの活躍を見せて NBA ファイナル進出に貢献 NBA6 ン賞に選ばれたこれはシクサーズの選手として1982から1983シーズンのボビー・ジョーンズ以来のことであった 2005年8月12日、シクサーズがラグジュアリータックスを回避するためにウェーバーされ8月22日、ロサンゼルスレイカーズと契約したが怪我のためにシーズンで24試合のみの出場に終わった。2007年10月3日より無報酬で、シクサーズのモーリス・チークスヘッドコーチの下でアシスタントコーチとなったが、現役引退は表明しておらず2008年2月1日の メンフィスグリズリーズのパウがソルト全所属のロサンゼルスレイカーズのクワミ、ブラウン、ジャバリス・クリッテントン、マルクがソル、複数のドラフト一巡目指名権とともにメンフィスグリズリーズへ放出され3月9日に解雇され、同年9月、シクサーズのアシスタントコーチに復帰した。彼はマイケル・クーパーと しばしば比較されクイックネスや跳躍力は劣るものの3ポイントシュート、ディフェンスの能力に優れている。クリス・ウェバーは彼について、過小評価されている選手で、いつでも激しくプレーする選手であると評した。ありがとうございます。